こんにちは。ウィークリー姫路の時間です。姫路城の桜も綺麗に咲いていますね。姫路市内では他にもたくさんの桜の名所があります。ぜひお出かけください。それではまず街の話題です。はじめに3月24日山陽電鉄白浜の宮駅駅前広場が新たにオープンし、完成記念式典が開催されました。姫路市が7年前から山陽電鉄白浜の宮駅南側の整備計画を進め、この度歩道橋やエレベーター駅前広場が完成。3月24日に完成記念式典が開催されました。23年にはそういったものができた。皆さんの地元の皆さんのご協力を得てですね、円滑に事業を進めることができまして、本当にありがとうございます。式典には関係者や地元住民などおよそ120人が出席。テープカットの後、灘中学校の吹奏楽部とコーラス部による祝賀演奏も行われ、新しく整備された駅前広場の完成を祝いました。今回オープンした山陽電鉄白浜の宮駅駅前広場。駅前広場には車の乗り入れができるロータリーや、高齢者などにとっても利用しやすいエレベーター付き歩道橋などが整備され、安全で使いやすくなりました。また駅前広場では今月からバスの発着点となっています。関係者や地元住民は、待ちに待った駅前広場、使いやすくなったので、これまで以上に利用したいと話していました。続いて、3月24日、25日の2日間、イーグレ姫路で、姫路の地場産業を PR する姫路地場産祭り、ザ・姫路マイスターが開催されました。姫路が全国に誇る地場産業の魅力を市民や観光客に広く知ってもらおうと、今回初めて姫路地場産祭りザ・姫路マイスターが開催されました。姫路には11業種の地場産業があり、食、化学、鉄鋼など様々な分野で日本のみならず世界でも注目されています。それではどうぞ。会場のイーグレ姫路では、さまざまなテーマに分かれ、地場産業の展示や販売、体験コーナーなども設けられました。3階アイメッセホールでは、鎖やボルトナット、製紙、手延べそうめん、菓子、マッチ、企画など全11種の地場産業を一堂に集めたバラエティ豊かな展示、ワークショップが行われ、連日多くの方でにぎわいました。その他、体験コーナーではレザークラフト体験やそうめんの試食、姫路の地酒の試飲なども行われました。氷水でしっかりとね、ギュンと締めるっていうのが美味しく食べるコツでございます。西向きの関西の様子になってます。また今回注目を集めたのが、姫路工業高校の生徒たちによる姫路の革を使った洋服やカバンのファッションショー。姫路工業高校デザイン科の 1,2 年生の生徒たちがデザインしたものを、
姫路企画製品推進協議会や革作家などの協力のもと、およそ半年かけ完成させました。2日間にわたり行われたレザーファッションショーは毎回盛り上がりを見せ、来られた方を楽しませました。続いて広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは。地球温暖化による自然災害の深刻化が叫ばれて久しいですが、姫路市でも温暖化を引き起こす原因の一つである温室効果ガスを削減する取り組みをさまざまな部署で行っています。その働きにより、この度姫路市が EST 交通環境大賞の優秀賞を受賞しました。そこで今回は姫路市における交通環境に向けた取り組みについてご紹介します。EST 交通環境大賞とは、地域の交通環境対策に関する取り組み事例のうち優れた取り組みに対して表彰されるものです。また交通環境対策とは、鉄道、バス、自動車、自転車などの交通における温室効果ガスの削減を目指す取り組みのことです。なぜ今回優秀賞を受賞するに至ったのでしょうか。職員に話を聞きました。お話は交通計画室の大西さんに聞きます。なぜ今回優秀賞を受賞するに至ったのでしょうか。一般的に自家用車は鉄道やバスなどの公共交通機関より多くの温室効果ガスを発生させます。つまり公共交通は自家用車より環境に優しい移動手段です。しかし自家用車の普及や高校生から働く世代の人口減少などの影響で、姫路市内の公共交通利用者は最近まで減少が続いていました。そのため姫路市では公共交通を中心とした姫路市総合交通計画を作り、民間事業者や市民の方々と一緒にさまざまな取り組みを進めてきました。そして平成21年度以降増加に転じました。今回は官民が連携した取り組みと今までの効果が評価されて受賞できたと考えています。平成28年度の1日あたりの公共交通利用者は、取り組みを開始した平成21年度と比べて1万2000人の増加、年間では444万人の増加となりました。また温室効果ガスも平成19年度と比較して CO2 排出量は推計値で6000トン削減できました。総合交通計画の取り組みにより公共交通が利用しやすくなったことや、ダイヤサービスが向上したこと、また姫路城グランドオープンなどにより観光客が増加したことや、公立高校などの学区が再編されて学生の移動範囲が広くなったことなども公共交通利用者増加の理由の一つと考えられています。大西さん、理由を見ていると自然発生的に増加したように感じるのですが。いえ、自然発生的理由だけでは利用者は増加しません。たとえ姫路城への来場者が増加しても、公共交通が利用しにくければ皆さんは自家用車を使いますし、毎日利用される通勤や通学も必要な時間に鉄道やバスがなければ利用は定着することはありません。では姫路市では具体的にどのようなことに取り組んでいるのですか。たくさんありますが、その中でも鉄道やバスなどの公共交通を便利に利用できる環境づくりで、公共交通の乗り継ぎを改善した駅前広場整備、公共交通以外の通行を制限し歩行者優先の街づくりを実現した大手前通りトランジットモール化、鉄道便数を増やして利便性を向上させた JR 紀新線チャレンジ300万人乗車作戦、街中の回遊を高めたコミュニティサイクルミミちゃん号姫チャリなど、いろいろな交通に関わる事業を行って公共交通の利用促進に取り組んできました。今回はその取り組みの中の一つ、ボーゼコミュニティバスをご紹介します。ボーゼ島はバスやタクシーがない公共交通空白地になっていました。そこでボーゼコミュニティバスの本格運行を平成26年10月より開始、
島内唯一の公共交通機関となっています。旅客船ターミナルを起点に島の海岸部の道路を1日11便、月水金は終日、木道は午前に運行しています。今までは通院や姫路市街地への船着き場への移動は自家用車やバイクしか使えなかったんですね。皆さんがこのコミュニティバスを利用するメリットというのはどういった点にあるのでしょうか。はい、利用者にとっては高齢者の移動がしやすくなった、交通事故の心配がなくなり、行政としては乗り合いすることで環境に優しい交通手段が確保できたなど考えられます。まさに健康と環境に沿った事業なんですね。このコミュニティバスは地元自治会のボーゼク会が運行を担っていて、地域密着の取り組みを行っています。地元の方々に感想をお聞きしてみましょう。このコミュニティバスを利用されてみていかがですか。このバスのできたおかげでね、まあ車を運転しない人たちもね、そういう人たちが楽に移動ができるようになり、それで外へ出る期間も増えて、皆さんとコミュニケーションも取る期間非常に増えて喜んでおります。町のバスと違って、まあ、ここに止めていたら止めてもらえますし思った時に乗れるからいいと思いますけど。じゃあこれからも利用されていきますか。そうですね、利用したいと思ってます。どんなこう意見がありますか。あのね家族の人にいちいち送ってって迎えに来てって言わなくて済むので、大変助かってるという意見はいつも聞いています。はい、この取り組みについてはどう思われますか。社会実験も含めて5年以上になりますが、地域の足として今では公共交通としてちゃんとやっています。また今後は自分たちのコミュニティバスであるということを視野に入れて運営をしてまいりたいと思います。皆さんいかがでしたか。姫路市はこれからも環境保全のためにも様々な公共交通施策に取り組んでいきます。姫路市危機管理室からのお知らせです。ただいま、きらめく姫路交通安全城下町をキャッチフレーズに、春の全国交通安全運動を実施しています。春は行楽などで遠くまで出かける機会が多くなります。シートベルト、チャイルドシートを忘れずに着用し、知らない道では特にスピードを控え、安全運転を心がけてください。また夕方にウォーキングをされる方は反射材を着用して、自動車の運転者から見えやすくなるよう心がけましょう。詳しくは姫路市危機管理室、電話番号 079-221-2090 までお問い合わせください。最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。